ここは言い訳にせずにね、やはりこう疲れた中であってもやはり走らなければいけないでしょうし、戦わなくちゃいけないでしょうし、ヴィッセル神戸ドーグラスのキックオフで始まっています。まずはイニエスタに預けて大崎、イニエスタ、イニエスタ、ボールをキープしてドーグラスだ、ドーグラス戻して山口ホタルだ、2試合連続のゴール。この試合には執念と覚悟が必要なんです、そう話した山口ホタル、先制ゴールを決めました。このダイレクトのシュートもね、なかなかいいコースつきましたね。ポストに当たってますもんね、ディフェンスの寄せてきた脇が脇を通ってるんですね、はい、難易度の高いシュートですね、さらに小山津のインサイド、ワイドに内田、こういった並びになっているサガン鳥栖、その森下へパス通っている、折り返せるか、折り返した、シュートだー、最後金森右手をぐっと握りました、サガン鳥栖同点に追いつきました。スペースへのコントロールが見事ですね、はい、まあ、前節42回のスプリント、圧倒的にこの J1 の中でスプリントが多かった前節の横浜 F マリノス戦はスプリントの回数42回という驚異的な数字を残しました。右サイドバックの森下、イニエスタ前を向いている、折り返したシュートだー、なんというところを通したんだイニエスタ、神戸がまた一歩前に出ます、今シーズン初ゴールはスーパーゴール。このスペースへの持ち出しでちょっと入れ替わってしまって、ディフェンスの足に当たってコース変わりましたね。そうですね、その前にも右サイドからドリブルで入っていたシーンがあったんですけども、このファーストタッチとドリブルにおいては、いや、あ、そしてここでホイッスルです。前半はイニエスタのゴールで一歩前に出た神戸が2対1、さあサガン鳥栖のキックオフで始まっています。原川の右足狙っていった、芸術的なゴール、原川の右足で同点に追いつきました。素晴らしいゴールですね。そうですね、今のシーンです、壁の上をね巻いて落としましたよね、はい、まあ、再三前半からイニエスタ、もう一度浮き玉、ドーグラスから古橋だ、シュート、フラッグは上がりませんでした。ガッツポーズの古橋、気持ちを込めた、そんなゴールを見せました。こうワンステップでねスペースでポンと簡単に入れたんですけども、はい、うまくねドグラスと古橋が関わりましたね、そしてまあいろんな思いがあるでしょうから、依然として原はやはりセンターバックにいるようですが、ボールを奪ったイニエスタ、さらに古橋前を向いている、シュートだー、ゴールネットを揺らしました。今シーズン最多得点の神戸、気持ちを込めたゲームは4得点を挙げました。あ、ここのパスカットですね。そうですね、あ、見事なゴールですね。イニエスタのいい守備からのフィニッシュですね、はい、素晴らしいです。しっかり踏み込んでますね。この2点差をつけたゴールはね、非常にヴィッセルにとって司令塔の原川、さらに高橋秀人、
前を向いている。林のシュートだー。2試合連続のゴール、ルーキーの林、1点差と詰めました。こぼれ球クリア、ここでホイッスルです。ヴィッセル神戸、ホームでの7月15日以来の勝利を成し遂げました。